どうも、私メタナイトと申します。はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、まあ、僕、多分、ちょっと連続撮りなんですけど、ストーンでね、こうやってくるくる回すと後ろが見えるよっていう動画を撮影したんですよね。多分投稿されてると思うんですけど、それで残り2つのレア、実はね、秘書数字は出しました。で、あとは卵、任天堂の卵、春研究所のマークと、あと星のカービィ25周年記念の、ストーンがありますので、その後ろと、あとまだ出てないストーンの後ろを見てみたいと思います。はい、これが結構ね、面白くてちょっと気になってるんでね、ちょっとここでやるとちょっと見づらいんで、別のとこちょっと行きましょうか。はい。メタナイトのあれがやりたくてここまで来たっていう。ただのド変態。うん、ここなら良さそうだね。ここにしましょうか。まず、まだ見てないキャラクターのちょっとどんどん後ろを見ていきたいと思います。まあ多分カットになってる、カットになってると思うんでね。こいつが、ごめんなさい、名前が出てこない。なんだっけ、ダークスターじゃなくて、あの、ボスですよね。あの、カービィのボス。うわー、ごめんなさい。わー、すーごい思い出せない。の宝の裏は、まあ、特に変わらないと。なるほど、なるほど。じゃあ次行きましょうか。うわぁ、なんだっけ。貴様、名前を忘れたというのか。ごめんなさい。この星の裏は？この裏の星の裏も、あ、星じゃないんだ。あ、この後ろ、無印なんだね。あ、無印良品なんだ。へぇ、知らんかったな。それは、ちょっと、あ、来ました。これが、卵かな。春研究所のマークですね。この後ろちょっと見てみましょう。なんか、どうしよう。春とか書いてあるのかな？え、ありえるんじゃない？そういうわけではないのね。なんか金の、なんか、箱みたいな。金の物体だな。あ、これはこれでちょっとすごい謎めいてる。これパッと後ろ見た瞬間、え、何これってなりますよね。これ何？へえ、面白い。じゃあ、25周年カービィの裏、ちょっと見てみたくないですか？どうなるんだろう。お前じゃない。あ、メタナイトとこいつもあれだね。ちょっと回し、あれ、回、まあ、まずだ、ふぐさん。この後ろは、あ、かっこいい。あ、体見えるんだ。あ、メタナイトさんの貴重な後ろ、後ろ姿、貴重でもないな。そうでもないけど、あまり見ることないんじゃないかな。ほう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 。オッケーオッケー。これであとはほんと25周年で最後かな。さあ、25周年よ、出てきてくれ。さっきミスったから。もう今回3人連れてきたから。社長のミスと部下、有能な部下2人で何とかカバーするみたいな感じになっちゃったけどさ。OK! 来た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 。え、これどっち？どっちだ？どっちだ？これどっちのだ？とりあえずこれは OK。で、いいか、いいか。ちょっとずつこれで動かしていけばいいや。いいか。あ、これじゃないね。OKOK。これじゃなく、じゃあこいつですね。ようやく終われる。それでは、こちら、25周年カービィの、裏側見てみましょう。どうなってるんでしょうか。意外とさ、カービィの足がちょこんって出てたりするんじゃない？これ。行きましょう。果たして、この裏は、どうなっているんだ。あ、ちょっとこれ気になる。足は出てる。あー、わけじゃないのね。あ、はー、普通にコインなんだ。なんか意外とさ、その、足がぴょんって出てたりとかさ、突き出てるみたいな感じかなと思ったけど。あ、へー、面白いね。はい、ということで、まあ、今回は、そのストーンのね、裏側というものをちょっと、ちょっと多分動画時間短くなってるかもしれないんですけど、まあ、一個の検証ということでね、今回はこれで終わらせていただくんですが、まあ、よければ皆さん、自分の目で確かめてみてもいかがでしょうか。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。